こんにちは、モデラー OSG モデオです。本日はサンセットのベネチアからお届けいたします。本日の旅はボローニャセントラーレ駅から始まります。今からベネチアを目指していきます。水の都ベネチアです。ベニスという地名で聞いている方もいらっしゃると思いますが、英語だとベニスっていうみたいなんですが、こちらイタリア地元ではベネチアと呼ぶのが一般的になっております。ここはベネチアサンタルチアステーションですね。ここを出て街の中歩いてみたいと思います。今回ね、日程の都合で冬に来ちゃったんですけど、気温がね約8度ぐらいととっても寒いです。こう雪とか降ってないんでね、寒くないんですが、やっぱりこう空も寒空な感じがしているのと、まあちょっとね水辺なので、どうしても夏とか暖かい時期に来た方がいい場所にはなるかもしれませんね。もちろん水の都ですから道路が一切なく、交通手段といえば船になります、たくさんの船が行き交っております。ちょっとまだ目に見えていませんが、ゴンドラなんかね、優雅に乗りたいなと思っている方もいると思いますが、こういった大きな船が通ると引き潮によってゴンドラは結構揺れるので、船酔いしやすい人にはねあまりおすすめできませんし、ちょっとこういった寒い時期はね、使わない方がいいかもしれません。観光地ですから飲食店もたくさんあります。そしてこの海を渡るための橋というのもたくさんあります。まあ歩いてもですね、船を使わず歩いてもいろいろ移動できるところも多いですね。こういった小道に入っていって食事をしたりお土産を探すのも楽しいと思います。こういった狭い小道がありまして、いろんなお土産が売っているようです。このマスクもベネチアでは有名なお土産になっていますね。こういった具合に少し細いところに入りますとゴンドラがたくさん並んでおります。こういった裏側の細いところであればゴンドラは揺れにくいんでしょうね。もちろんゴンドラに乗りますと観光案内もしていただけますが、イタリア語か英語がわからないとせっかく説明を聞いてもですね、よくわからない、そんなことになっちゃうかもしれません。ベネチアはこの中にもですねホテルはたくさんあるみたいです。イタリアは、まあ、寒い冬でも屋外でカフェテラス席のようにですね食事ができる場所も多いんですけども、まあ、このベネチアにつきましては食べ歩きもそうなんですけども、カモメがね非常に多いので食べ物を持っていかれちゃうっていう、そういうことはねよくありますので、外で何か食べ物を食べるときはカモメに注意してください。大変絵になる街ですからね、何かの撮影をしています。非常に多くのスタッフの方々関わっているので、もしかすると映画の撮影かもしれません。まあ、ベネチアはですね近年海水面が上昇することがあって、この入り口の下に水が入ってこないように
こういったものをつけてるところもありますね。そしてこちらはモチェニゴ博物館という名称になるみたいです。さあ、まもなく一番有名な橋と言ってもいいでしょうね。リアトル橋に向かっております。やはりこのようにお土産屋さんが多いなという印象です。ジェラート屋さんもありますね。美味しそう。カンノーリとかジェラートとかもですね、多くお店がありますので、ランチのお店では食べずに、こういったところでデザートを食後に食べても良いかもしれません。さあ、カモメがすごい鳴いています。ですが外で食べるとこのカモメたちにいろんな食べ物を襲われてしまうんですね。いろんなお土産屋さんがずっと続いてます。さあリアトル橋を登っています。まあ旅行っていうのは結構こう食べ物もたくさん美味しいものを食べちゃうんで、こういった運動もしながら観光するっていうのはいいかなと思いますね。やっぱりね、このさすがフェラーリの国といった感じで F1 グッズなんかも売られてますね。さっきはねミニカー売ってるとこもありました。クリスマスのね名残かもしれません。こういったイルミネーションもやってます。お、すごい。これはまた美術品が中にもたくさん。そして先ほどに比べますと少しね空が、青い感じが見えてきました。お、ここでねみんな写真撮ってるということはここがリアトル橋の写真映えスポットでしょうね。ちょうどね日が暮れてきました。まだね3時ぐらいなんですけども、やっぱり緯度が高いせいか日が落ちるの早いみたいです。すごいですね。これももうみんなが写真撮ってるって感じ。ちょっと橋の下に降りてきました。下から見るとこんな感じです。皆さんこのね上で写真を撮っているわけですが、このね日によってではこうちょっと時間帯によってこう逆光になっちゃうんで、特にこの冬の、午後になりますと逆光になっちゃうみたいですね。そこを船が通過していきます。このリアトル橋から降りてくると橋の両サイドにはこの景色のいいカフェやレストランがたくさんあります。久しぶりに海外旅行もできてるという嬉しさもあるんですが、すごく幸せな気分になれる場所です。まあヨーロッパ遠いんでなかなか簡単に来れませんけども、本当ね迷っている方は絶対来た方がいいです。とにかく人がみんな人情味があって優しいです。絶対言葉って通じ合うのこう他の国の言葉難しいんですけど、ちょっとずつ慣れてきてコミュニケーションできると本当ねもう旅行で観光スポットを見るよりも何倍も楽しいなっていう気がしました。本当ちょっとねチケット買うのにも困っていてもスタッフの人助けてくれるし、席の番号がわからなくてもなんとなくこう困ってるのみたいな感じで来てくれたり、本当に今回はねしみじみいい旅だったと思います。橋の下から写真を撮るのもね良さそうです。このちょっと先端に行って写真をね記念写真撮ってる人もいます。まあ、日の光の当たり具合としてはこちらに立った方がね、綺麗に映るかなと思います。お、
橋の角では何か食事をねしている人もいますね。そして毎日多くの船が行き交っていると、そしてここで記念写真を撮っている人もいます。本当彩りがね、イタリアは建物パステル調で綺麗です。またこの夕日の時刻にベネチアに来てみるとね、また違った景色を楽しむことができるんじゃないでしょうか。ちょうどゴンドラが出発していきました。どうやら観光案内だけではなく歌もね歌ってくれてるみたいです。ベネチアの街並みをですねこの運河に沿って歩いています。ほんとね建物の色が綺麗だし、見てて幸せな気分になってますね。特にあっちの方なんかは日差しがこう当たってとっても綺麗です。ちょっと今のところはブランド内といった感じでブランド物ちょっと多かったですね。こういったベネチアガラスの製品もたくさん綺麗なものがあります。サンマルコ広場に向かっているわけですが、こういった具合に矢印がところどころ書かれておりますので、行き先に困らず歩くことができるかもしれません。まあ、Google マップなんかもね併用してもいいと思いますけども、まもなくサンマルコ広場に出そうです。ちょうど夕方はこんな感じで光が当たってすごく綺麗ですね。さてここは憩いの場といった感じなので多くの人が集まっています。もう日はねこのぐらい暮れてきました。そしてここが有名なサンマルコ寺院です。この屋根の方を見ますとこんなにですね綺麗な絵が描かれております。これはなんか小さなものをたくさん並べて描いてるようなそんな絵に見えます。これはね肉眼で見ていただきたい、すごい綺麗です。しかもこのね夕日の光に当たって金色のところとか銀色のところがねすごい輝いてるんですよね。さらに上に目を向けますとこんなね絵が描かれていたり、多くの彫刻がたくさんあります。そしてカモメたちがたくさん飛んでますね。今度は寺院から海側を見ていきます。そしてこのね鐘の塔があるわけです。サンマルコ広場を抜けてきますと対岸にはサンジョルジョ・マッジョーレ聖堂が見えてまいります。この海に浮かんでいるかのような聖堂はとても幻想的な感じがします。さて本日の動画いかがでしたでしょうか。よろしければチャンネル登録・高評価もよろしくお願いいたします。